皆さんこんにちは。日本を代表する女子レスリング選手の伊調馨さんは、これまで数多くの金メダルや女子個人では史上初のオリンピック4連覇を成し遂げました。最近では栄一仁監督とのパワハラ問題、そして吉田沙保里さんとの不仲説など気になる情報が数多くあります。今回はそれらのことについて深く見ていきたいと思います。伊調馨さんは1984年6月13日生まれ、青森県八戸市の出身です。お兄さんとお姉さんの影響で伊調馨さんはレスリングを始めたそうです。伊調馨さんのお兄さんとお姉さんもまたレスリング選手として活躍し、レスリング一家の一人として育ちました。特に伊調姉妹はメディアなどでたびたび登場し、仲の良さを感じることができます。その姉妹愛は素晴らしく、2004年に開催されたアテネオリンピックでは金を獲得できなかった姉千春さんに対し、千春のためにも必ず勝つと言い残し、その言葉通り金メダルを勝ち取り、その後4大会でも全て金を獲得するといった偉業を成し遂げました。2人は幼い頃から姉妹で金の夢を追いかけてきました。姉千春さんはアテネに続き北京も決勝で敗れています。姉千春さんが選手村に戻ると、伊調馨さんはショックで食事が喉を通らず夜も眠れなかったそうで、翌日の彼女の決勝戦に向けて千春さんは頑張れと声をかけることもできなかったといいます。姉妹でも言葉に気を使うほど、相手の言葉に隠された思いを想像することができる姉妹間の関係性があり、図らずもそれが絆を強くしているのだと考えられます。伊調馨さんの兄伊調寿光さんもまたレスリング選手として活躍しました。伊調馨さんがレスリングを始めるきっかけとなったのがお兄さんだそうです。伊調寿光さんは全日本ジュニア選手権大会では3位を獲得し、また専修大学時代には全日本大学選手権大会において4位の成績を収めています。現在は伊調馨さんが所属するアルソックでレスリング部のコーチとして活躍しています。普段はほぼジャージを着て過ごしている伊調馨さんですが、なんと第45回ベストドレッサー賞のスポーツ部門で受賞し、その受賞式には自身お気に入りという勝負着物で登場しました。30代になってからは海外選手に好評だと言われる着物に興味を持ち始めたとのことです。受賞を聞いた時は、ジャージと試合着の私がなぜベストドレッサー賞なのかと驚いたそうですが、実はファッションよりも生き方というか生き様を評価されたと関係者から聞いて喜んだといいます。吉田沙保里さんといえば、世界大会15連覇を達成するなどして、これまで誰も達成できなかったことを成し遂げ、霊長類最強女子などと言われています。また個人戦では吉田沙保里さんの200勝に対し、伊調馨さんも189連勝と記録を残したことから、不敗神話が生まれてきたのではないでしょうか。2人を対戦させたらどうなるかなどと言われています。一方、伊調馨さんと吉田沙保里さんとの間には不仲説がささやかれています。どうしてそのような噂が流れているのでしょうか。不仲説とささやかれる原因、まずその一つに挙げられるのが階級の変更ではないかと言われています。実は以前、伊調馨さんと吉田沙保里さんは53キロ級で同じ階級でした。しかしどんどん伸びていく2人をこのまま同じ階級にしておくのはもったいないと監督の栄一仁さんから助言があり、伊調馨さんが階級を変えたという出来事がありました。トップアスリートにとって階級を変えるというのは、一般人が思うよりはるかに難しいことです。このようなことから不仲説が浮上したのではないかと考えられます。次に考えられる不仲説の原因2つ目は、国民栄誉賞がきっかけではないかと言われています。吉田沙保里さんはこれまでアテネ、北京、ロンドンオリンピックにおいて3連続金メダルを獲得し、そして国民栄誉賞を受賞しています。しかし実は同時期に伊調馨さんもこの3大会において金メダルを獲得しています。しかしなぜか国民栄誉賞を受賞したのは吉田沙保里さんのみでした。その後のリオ五輪で伊調馨さんは見事4連覇を達成し、この時に国民栄誉賞を受賞したのです。不仲説の原因となったのは、
なぜ吉田沙保里さんと同じタイミングで受賞しなかったのだろうと物議を醸したことをきっかけに浮上したようです。そして考えられる不仲説の原因3つ目は、最も話題になっている栄和仁監督と伊調馨さんとの間にあったパワハラ問題です。この問題で吉田沙保里さんが栄和仁監督を擁護したこと、そして谷岡育子元参院議員が SNS で発した言葉にリツイートしたことで、さらに不仲説の勢いが増してきたようです。現在吉田沙保里さんがリツイートした記事は削除されていましたが、なぜリツイートしたのか、その真意に注目されています。ただ様々なところで撮られた写真を見てもわかるように、一見すると不仲なようには見えません。他の写真を見る限りでもいがみ合っているようには見えません。さらにテレビ番組で2人が共演した時、吉田沙保里さんに伊調馨さんと仲が悪いのですかという質問をした人がいました。その時の吉田沙保里さんの答えは、いえ全く悪くないですと述べたそうです。報道で連日にぎわせたパワハラ問題は、そもそもの発端は一通の告発文でした。パワハラとなることの発端は、伊調馨さんが高校時代から北京までずっと指導を受けていた栄和仁監督のもとを離れ、新たな師匠として田辺力さんに指導を仰ぐことになったことだとされています。このことで栄和仁監督が嫉妬したのではないかと噂されてきました。内閣府の公益認定等委員会に提出された一通の告発状に記されていたのは、協会の強化本部長である栄和仁監督による伊調馨さんに対するパワハラの事細かな内容でした。告発状が指摘するパワハラは大きく分けて次の3点だとしています。1つ目は伊調馨さんが支持する田辺力コーチに対する不当な圧力、2つ目は伊調馨さんの男子合宿への参加禁止、そして3つ目は伊調馨さんがリオ五輪まで練習拠点とした警視庁レスリングクラブへの出禁処分です。栄和仁監督は週刊誌の取材に対し、パワハラの事実を否定し、出たければ出ればいいだけの話などと語りました。他にも、喧嘩もしたことないし出入り禁止なんて言ったこともない、せっかく一緒に4連覇したのに残念などのコメントをしていますが、全て削除されています。この報道に対し栄和仁監督の元教え子が名乗り出て、次のようにコメントを残しました。告発状にあるようなパワハラがあったことは事実、田辺力コーチからも直接モスクワへの遠征で伊調のコーチをしないように言われたと聞いている。そもそも告発状にあるようなパワハラは日常茶飯事で、レスリング界にいる人はみんな知っていると述べています。ここまでのことを精査すると、不仲を噂される吉田沙保里さんとは3つの疑惑がありましたが、テレビ番組で吉田沙保里さん本人が不仲説をきっぱりと否定していたので、不仲説はどうやらあくまでも噂ということが分かりました。そしてそのこととパワハラ問題は全く別のことであるということも分かりました。パワハラ問題については一部が認定されており、話し合いが良い方向へ向かうように願うばかりです。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いいたします。